ました、今回のステージ、はい、いやすごいインパクトのあるすごいいいステージになったと思います。奈良さんはそのダウンを抱かれる時にどういうことを考えられたか、はい、そうですね、やっぱりそのコンセプトにもよると思うんですけど、まあ、今日オープニングはこうよくある意味モデルらしくというかそういう風に歩きましたけど、今回のビーチミーのショーに関しては平和で行こうよピースで行こうよっていう伝えることがすごく目的だったので、自分にとってもああいうショーっていうのはなかったんですね。今までそういう風に歩いたことがなかったから、やっぱりなんか普段モデルで歩くっていうことよりもなんかもうちょっと自分自身も楽しんで、そして一人のその見てる人が一人でも多くの人が笑顔になってくれればいいなっていう風に。ファッションはやっぱり楽しくあるべきだと思うので、やっぱりこうもちろん見た目がかっこよかったりとかっていうことも大事ですけど、そういうことよりもやっぱり自分に合うものだったりとか、自分がこの服を着てて楽しいなとか幸せだなって思えるようなアイテムを着るのが大事だと思うので、それがまだわからない人は本当に何でもチャレンジして着てみたらいいと思いますし、やっぱり大きなテーマはやっぱりファッションを楽しむものだと思います。お疲れ様です。お疲れ様です。今日はステージ上がられてみて、はい、どうでした？いやもう今回初めて東京ガールズコレクションに参加したんですけれども、すごく緊張してもうあっという間に終わってしまったっていう感じで、ドキドキでした。ステージは、はい、どういったことを考えながら歩かれていたんですか？自分的にはこう落ち着いて楽しく行こうと思ってたんですけど、今日はもう本当に頭が真っ白になるくらいとにかく緊張して、もう気がついたらもう終わってたっていう感じでしたね。いわゆるお気に入りのコーディネートを教えてください。コーディネート、この秋冬は私すごいニットが好きなので、いろんなニットを集めていっぱい着たいなと思います。お疲れ様です。お疲れ様です。ステージはいかがでしたか？緊張しました。すごく最初は出るときはちゃんと背筋整えてこういう風に綺麗に歩こうって思うんですけど、さっき私のうちわを持ってる子がいて嬉しくてテンション上がっちゃって何も考えてないです。で徐々にその背筋が上がってたのが、いやどんどん前のめりに、ね、なるほどです。これはどういったお洋服が着られてるんですか？何でも着ますけど、どんな系統も着るけど少しだけ自分のテイストを混ぜるようにして。テイストというのはどういった？スタンダードのものが自分はのテイストだと思っていて、流行りのものにスタンダードのものを取り入れるっていうことをしています。なるほど。 You are watching C Fashion. You are watching C Fashion. You are watching C Fashion.